逃さぬ。任せて。マイ。タ。あ、そこだ。行くぞ。はい。行こっか。俺の番だな。タ。ぼ、せ、や。僕の番だな。任せるが手。さて、先に。難敵だな。心してかかるとしよう。任せてくれ。行くぞ。行こっか。俺の番だ。行こっか。任せてくれ。任せるがよい。行こっか。マイ。よし、これで大丈夫だ。こういう仕掛けっていつ頃作られたのかな。多分数百年前、中世の暗黒時代じゃないか。うん、戦乱の時代だな。俺の番だな。
と、それにしてもとんでもなく広いよね。ああ、父さんめ、厄介事を押し付けたな。まあ、あと少しだろう。強そうなのがいる。気をつけないと。手こまいぞ。行くぞ。チャンスだ。スキー。行こっか。私の番だな。僕の番だ。ここだ。マイ。行こっか。戦闘終了。先に行こっか。掴めた。終了。引いてなるものか。行こっか。行こっか。行
僕の番だな。問題ない、先に進もう。厄介そう。気をつけた方がいいかも。出口だ。やれやれだな。Thank you.
写真発見。ああ、それか。うわあ、マキアスが可愛い。うん、昔は何とも言えぬ愛らしさを持っていたのだな。これか。こんなに頑固で口うるさいのになるとは。えい、人の昔の写真で盛り上がるんじゃない。さすがにお父さんは今と雰囲気は変わらないけど、隣にいるのはお姉さんか何かなのか。似たようなものさ。父方のいいとこでね、近くに住んでいたからよく遊びに来てくれたんだ。男二人の父子家庭、いろいろと世話になってしまったな。うん、過去形ということはもう結婚されて家庭に入られたのか。亡くなったよ、6年くらい前にね。え、そうか、マキアスが貴族を嫌っている理由だな。それって本当はこんな話誰にもするつもりはなかったんだ。だがそろそろ僕も少しは吐き出した方がいいかと思ってね。長くなるけど、みんな付き合ってくれるか。もちろんだよ。ぜひともどうか聞かせてくれ。ありがとう。姉さんは僕より9歳年上で、美人で気立ても良くて、僕にとっては最高の女性だった。さっきも言ったように、うちは正真正銘の庶民でね。でも父さんは役人としてかなり優秀だったみたいで、帝都庁で重要なポストを任せられて頭角を現していったんだ。清廉潔白を地で言ってたから煙たがる連中もいたみたいだが、それでも大きなプロジェクトをいくつも成功させたことで内外でかなりの評価を得ていった。僕が小さい頃にはもう亡くなっていて、でも近くに住んでた姉さんが男女体を世話してくれた。父さんも姪にあたる姉さんのことをすごく可愛がっていて、一緒に住んでたわけじゃないが、本当の意味で家族同然だった。僕にとっては自慢の姉で、幼いながらも憧れの存在だったんだ。当然だけど、そんな女性を周りの男たちが放っておくわけはなくて、ずいぶんモテていたけどしっかりとしていた人だったから、
僕もちょっと安心だったんだ。彼が現れるまでは。彼は帝都庁に勤める父さんの部下にあたる青年だった。と言っても平民ではなくて由緒正しい貴族、それも伯爵家の跡継ぎという正真正銘のサラブレッドだった。ただ貴族にありがちな傲慢さや存在さは欠片もなくて、僕も会ったことはあるけど誠実そのものといった人柄だった。そんな彼が父に紹介される形で姉さんと知り合って、二人はお互い惹かれ合って身分を超えた恋人同士になった。正直子供心に悔しくて仕方なかったよ。でも僕の目から見ても彼と姉さんは本当にお似合いで、姉さんが幸せそうだったから仕方なく諦めるしかなかったな。そして父さんが仲人に立つ形で二人は婚約して、それが終わりの始まりだった。相手の実家伯爵家が露骨に潰しにかかってきたんだ。どうやら四大名門の一つ海援公爵家との縁談が急に持ち上がったらしくてね。平民の娘をめとるなどとんでもないと騒ぎ始めたんだ。父さんが帝都庁の要職だったから露骨な手こそ打ってこなかったが、ありとあらゆる嫌がらせや脅しが姉さんに対して密かに加えられた。愛する人を困らせたくなかったのか、父の立場をおもんぱかったのか、姉さんは結局一言も相談せず、ただひたすらに耐え続けた挙句自らの命を絶った。僕たち親子が経緯を知ったのは全てが終わった後だった。どうやら彼は最後の最後で姉さんを手ひどく裏切ったらしい。私は彼女に言ったんだ。愛称として大切にするからどうか我慢してくれと。なのにどうして命を絶つ。その後父さんはそれまで以上に実績を上げた。そして
盟友であるオズボーン宰相と協力する形で帝都庁の貴族派を押しのけて、4年前に帝都庁長官、つまり帝都知事に任命された。これがレーグニッツ家の事情さ。そんなことが。だから貴族が嫌いになったの？ああ、僕は姉さんを死なせた敵を求めずにはいられなかった。相手の男に伯爵家、横槍を入れてきた公爵家、しまいには貴族のすべて、貴族の文化や制度すら敵と思った。そして彼らに勝てるだけの力を必死になって追い求めてきたんだ。だけど頭のどこかでとっくに分かってはいたんだ。結局それはただの八つ当たりだったんじゃないかって。貴族や平民に関係なく、結局はその人なんだろう。相手の男は誠実ではあったが、愛する人を守りきれるほど強くなかっただけだろうし。伯爵家も自分たちの利益をただ優先しただけなんだと思う。平民だろうが悪人は悪人だし、貴族にも尊敬できる人間はいる。ユーシスのやつはともかく。ディーン、ラウラ、君たちにはそれを教えられてきたからな。マキアス、父さんがどう思ってるのかは僕にもわからないが、これが現時点での僕自身の。そうか、そなたに感謝を。ありがとう、話してくれて。でもマキアスも素直じゃないよね。ここまで来たらユーシスだってちゃんと認めてあげればいいのに。冗談じゃない。あの尊大で傲慢な奴を断じて認められるものか。いつもいつも人のことをガリ勉だの余裕がないだの。そこまでは言ってないと思うけど。それにほら、ユーシスってある意味天然っていうか、それが一番腹が立つんじゃないか。やれやれ。コーヒーと一緒にいい時間が過ごせたな。
やはり水辺は落ち着くな。そういえばラウラの故郷は湖に面してるんだったか。エスペランサ？確か希望という意味だな。
礼しました。トールズ士官学院7組の皆様、ようこそ聖アストライア女学院へ。それでは案内させていただきます。ここは屋内庭園みたいですね。本学院のバラ園になります。こちらに本日皆さんをお招きした方がいらっしゃいます。それってどうやらやんごとなき身分の方らしいな。姫様、お客様をお連れしました。ありがとう、入っていただいて。まさかエリゼ、もしかして。ご想像通りかと。さあどうぞ中へ。ああ、やっぱり。ようこそ、トールズ士官学院7組の皆さん。私はアルフィン、アルフィン・レイゼ・アルノールと申します。どうかよろしくお願いしますね。悪かったから機嫌を直して。ちょっとしたお茶目じゃない。知りません。兄たちに話が終わりならご勝手にどうぞ。まあそれはともかく、ユーシスさん、ラウラさん、お久しぶりですね。殿下こそご無沙汰しておりました。お美しくなられましたね。ありがとう。でもラウラさんとはこの学院でご一緒できるかと期待していたのですけど、やっぱりトールズの方に行ってしまわれたのね。
ええ、剣の道に生きると決めた身ですので。ご期待に添えずに申し訳ありません。ああ、アンゼリカさんもトールズに行ってしまうし、こうなったら私も来年そちらに編入しようかしら。姫様やっとこっちを向いてくれたわね。心配なく、私の方といえば日々つつがなく暮らしております。未だ宿所には程遠いとはいえ、リーン・シュバルツァーさん、お噂はかねがね、妹さんからお聞きしていますわ。姫様恐縮です。自分の方も妹から大切な友人に恵まれたと伺っております。兄としてお礼を言わせてください。兄様、聞いていた通り。ううん、それ以上ですわね。リンさん、お願いがあります。今後妹さんに習ってリーン兄様とお呼びしていいですか？え？姫様？その、ことあるごとに妹さんからリーンさんのお話を聞いているうちに他人とは思えなくなってしまって、実際にこうしてお会いできて気持ちが抑えきれなくなったというか、私にも兄がおりますし、すぐになれると思うのですが。いや、さすがに恐れ多いというか。いい加減にしてください。エリゼのケチ、ちょっとくらいいいじゃない。まあ、それはともかく、皆さんをお呼びしたのは他でもありません。ある方と皆さんの会見の場を用意したかったからなのです。ある方ですか？それは一体。これはギター。うん、リュートの音いらしたみたいですね。待たせたようだね。ご無沙汰しております。久しぶりだね、エリゼ君。まあ楽にしてくれたまえ。で見たことがあるような。ここの音楽教師さ。本当は愛の狩人なんだが、この女学院でそれを言うとシャレになってないからね。汚れなき乙女の園に迷い込んだ愛の狩人。ロマンなんだが。
もしや。えい。お兄様、そのくらいで。皆さん引いていらっしゃいますわ。さすが我が妹、なかなかのツッコミじゃないか。ひょっとして。オリバルト・ライゼ・アルノール、通称宝刀王子さ。そしてトールズ士官学院のお飾りの理事長でもある。よろしく頼むよ、七組の諸君。驚きました。学院の理事長をされているのが皇族の方とは聞いていたのですが。驚くのも無理はない。今をときめく宝刀王子が伝統ある士官学院の理事長なんかやっているんだからね。まああまり聞こえがよろしくないのは確かだろうね。お兄様、ご自分でそれを言ったら身も蓋もありませんわ。ですが本当なのですか、殿下が七組の設立をお決めになったというのは。種を明かせばそういうことさ。もともとトールズの理事長職は皇族の人間が務める習わしでね。私も名ばかりではあったんだが、一昨年のリベール旅行で心を入れ替えたのさ。一昨年のリベール旅行。リベールの異変ですね。ああ、あの危機における経験が帰国後の私の行動を決定づけた。そしていくつかの悪あがきをさせてもらっているんだが、そのうちの一つが士官学院に新たな風を巻き起こすことだった。新たな風、すなわち我々特化クラス7組ですか。では身分に関係なく様々な生徒を集めたのも。ああ、もともとは私の発案さ。もちろんアークスの適性が高いというのも条件だったがね。今となってはその意図もなんとなくわかります。こうして特別実習という名目で各地に向かわせることの意味も。この帝国で起きている実情、貴族派と革新派の対立を知らしめ考えさせるのが狙いですか。無論それもある。だが私は君たちに現実に様々な壁が存在するのをまずは知ってもらいたかった。その二大勢力だけではない、帝都と地方、伝統や宗教と技術革新、帝国とそれ以外の国や自治州までも。この激動の時代において必ず現れる壁から目を背けず、自ら考えて主体的に行動する、そんな資質を若い世代に期待したいと思っているのだよ。ああ、それは正直身に余る期待ですけど。ですがようやく
いろいろなものに合点がいった心境です。確かにこの7組ならばそんな視野が持てるかもしれない。そういった手応えが自分たちの中にあるのも確かです。そうか、そう言ってくれただけでも私としては本望だ。7組の発起人は私だが、すでにその運用からは外れている。それでも一度君たちに会って今の話だけは伝えたいと思っていた。そこにアルフィンが今回の席を用意すると申し出てくれてね。そうだったんですか。お兄様のためというのもありますけど、エリゼの大切なお兄さんに一度お会いしたかったのもありますね。姫様。話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。自分たちの中の芯が一本改めて通ったような心境です。ですがお話を聞く限り、自分たちが期待されているのはそれだけではなさそうですね。ほう。士官学院の常任理事の3名、我が兄ルーファス・アルバレアに、帝都知事カール・レイグニッツ、そしてラインフォルト社会長イリーナ・ラインフォルトですか。あ、確かに。どう考えても王子様とは違う狙いを持ってそう。その通りだ。先ほども言ったが、すでに7組の運用は私から離れ、彼ら3名の理事に委ねられている。このうち知っての通り、ルーファス君とレーグニッツ知事はお互い対立する立場にある。イリーナ会長はアークスなどの技術的な方面に関係しているが、その思惑は私にもよくわからない。そして君たちの特別実習の行き先を決めているのは彼らなのさ。そうだったんですか。確かに何か思惑や駆け引きなどがありそうですね。ああ、7組設立にあたって譲れない条件として彼らから提示されたものでね。正直ためらいはしたのだが、それでも我々は君たちにかけてみた。帝国が抱える様々な壁を乗り越える光となり得ること。だがそれも我々の勝手な思惑さ。君たちは君たちで、あくまで士官学院の生徒として青春を謳歌すべきだろう。恋に、部活に、友情に、甘酸っぱい青春なんかをね。
そう言っていただけると少しだけ気が楽になりました。その先ほど我々と殿下はおっしゃっていましたが、他にも殿下に賛同されている関係者の方々か。ああ、バンダイク学院長さ。もともと私もトールズの出身で、あの人の教え子でね。七組を設立するアイディアにも全面的に賛同してくれたんだ。そうだったんですか。確かに学院長にはいろいろと配慮していただいていますね。三人の理事たちとは異なり、学院運営に口を出せる立場にないが、理事会での舵取りもしてくれている。何よりも現場の責任者として最高のスタッフを揃えてくれたからね。最高のスタッフですか。もしかしてサラ教官のことでしょうか。彼女だけではないがね。ただ学院長が彼女を引き抜いたのは非常に大きかっただろう。帝国でも指折りの実力者だし、何よりも特別実習の指導にはうってつけの人材だろうからね。え、帝国でも指折りの実力者。特別実習の指導にうってつけの人材。私も噂くらいは耳にしたことがありますわ。エクレールなんてかっこいい呼ばれ方をされている方ですよね。エクレール。やはり二人が知っているということは帝国の部の世界で知られる名前か。ああ、耳にしたことがあるくらいだけど。帝国遊撃士協会にその人ありと言われたほどの若きエース。最年少で A 級遊撃士となった、恐るべき実力と実績の持ち主。紫殿のバレスタイン、それが君たちの担任教官さ。
ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。時は至った。今こそ我らが鉄槌を持って赤き都の眠りを覚ます時だ。何？心配は無用だ。この笛さえあれば鉄道憲兵隊も恐れるに足りん。明日はとうとう我々の名前を世間に知らしめる時。頼もしき同志たちよ、近っ。しかし、昨日よりも随分人出が多いな。皇族の方々のパレード目当てだろうね。Thank you.
ク。やっぱ近頃こりゃ特賞はいただきだな。
ホア会長、アンゼリカ先輩も。あ、リン君たちだ。おっと、これは奇遇じゃないか。ハーシェル生徒会長。アンゼリカ先輩も珍しい場所でお会いするこれも女神の巡り合わせというものだね。ラウラ君、フィー君もよかったら私と一緒に。いえ、実習中の身ですので。そういうこと。がっくし。そういえば、動力バイクでトリスタから来たんですか？ああ、そいつを使えば40分くらいで着くからね。トワを後ろに乗せてきたわけさ。うん、機械の馬みたいなものですか。なんかかっこいい。あんちゃんの運転激しいから大変だったけど。はあ、でもお祭りはいいよね。これでテロリストの心配がなければ言うことないんだろうけど。どうしてそれを。ひょっとしてサラ教官から何か聞いていたんですか。うん、君たちの実習に関しては私も少しお手伝いしてて、昨日も知事さんからの要請を教官に取り付いたんだよね。それでちょっと心配になってアンちゃんと見に来たんだけど。そうだったんですか。何やら見えないところでお世話になっているようですね。感謝。別に大したことはやってないんだけど。おや、細かい手続きや書類作成も手伝っているんじゃなかったかい。サボりがちなサラ教官に代わって各方面への連絡もしているそうだし。そうなんですか。教官、ちょっとは見直したと思ったんだが。さすがにちょっとサボりすぎかもね。まあまあ、教官だって忙しいんだし。それにしてもリン君たち、皇女様と会ったんだよね。いいなあ、私も一目でいいから見たかったんだけど。俺たちも驚きましたけど。確かに噂通り天使みたいだったかも。いいな。皇女殿下の愛らしさは帝国の至宝と言ってもいいが、リーン君の妹さんも素晴らしい素質を持っていたね。エリゼ君だったか。ああ、妹だったらちょうど殿下の付き人として園遊会に出席しているところですね。本当かい。皇女殿下にエリゼ君、それにフィー君を加えたら最強フィフティーンズの出来上がりじゃないか。なんか参加させられてるよ。悪い気はしないかも。こんなことなら父上の言いつけに従って園遊会に出席しておけば。いや、さすがに霊人たる私がドレスを着るわけには。しまった、それならタキシードを着ていけばよかったじゃないか。あんちゃん、どう。なんだなんだ、揃い踏みかよ。クロー先輩。あれ、クロー君。なんだ、君も来てたのか。まあな。そういえば月賞に行くとか言ってましたけど。メインレースの結果はどうだったんですか。聞いてくれるな。まさかあそこでブラックプリンスが来るなんて誰が予想できんだよ。しかもランバーブリッツが2番手に差し込んでくるなんて、大番狂わせもいいとこだぜ。ああ、4号で当たりか。わざわざ検証ハガキを出した甲斐があったみたいだな。しれっと特賞を当ててんじゃねえよ。もうやだこの女。これも日頃の行いの差というものだろう。あんちゃん異様にくじ運とか強いからね。
三時の鐘だね。そろそろ各地の行事も終わるくらいの時間かな。我らももう一回りくらい巡回すべきかもしれないな。ああ、同感だ。すみません先輩たち、俺たちはそろそろ。うん、気をつけたまえ。なんだなんだ、もう行っちまうのかよ。アークスも持ってきてるから何かあったら連絡してね。はい、それでは。あれ、どうしたの？これは…何かの圧力が高まっているような。ああ、こいつは…これって…月祭の余興？いや…テロリストの仕掛け。うん、そうみたいだね。アンちゃん、クロウ君、みんなの避難誘導を手伝って。ケンペイさんたちも混乱してるみたいだから。あ、合点承知だぜ。会長、俺たちも。ここは私たちに任せて、リン君たちは動いて。君たちにしかできないことがきっとあるはずだよ。俺たちにしかできないこと、それって…マーテル公園。まさか陽動か。間違いなさそう。ごきげんよう、知事閣下。招待されぬ身での訪問、どうか許していただきたい。君たちは？正直、あなたにはそこまでの恨みはないのだが、あの男に協力している時点で同罪と思っていただこう。やはりそれが狙いか。殿下は関係ないだろう。二人を解放したまえ。知事閣下。残念だが、そう、こちらのお二方には君たちの陣営の致命的な失点になっていただく。命まで奪うつもりはないがね。エリゼー兄様、リーンさんたち。君たちは来てくれたのか。父さん大丈夫か。トールズ士官学院、ノルドでの仕込みに続いてまたもや現れたか。だが今回ばかりは邪魔されるわけにはいかん。
魔獣を操っているのか。それで外の魔獣も。兄様、皆さん、貴様ら。それでは我々は一足先に失礼させてもらおう。お前たち、ここにいる全員を負けないよ。大型魔獣2体、戦闘パターンは分析済み。7組 A 班、分かった。敵発見、撃破する、行くぞ。僕の番だな。行くぞ。俺の番だな。僕の番だな。ここだ、ここだ。さあ、一気に角を使うぞ。任せて、任せてくれ。私の番だな。後期付き合い、マイタン、ジャンサー付き合い、うん、えい、任せてくれ。行くぞ。俺の番だな。僕の番だね。僕の番だな。くらえ。私の番。後期スキャリー、とどめ。マイチェイ、今だ。付き合い、うん、えい。僕の番だな。マイチェイ、任せなさい。僕の番だね。僕の番だな。そこだ。俺の番だな。タン。ああ。青。僕の番だな。くれ。またスタン。我が剣にかけて、悪は許さぬ。時間が惜しい。追いかけるとしよう。父さん、血が出てるじゃないか。かすり傷だ、問題ない。それよりお前も殿下たちを。分かった、待ちたまえ。僕も助太刀させてもらう。パトリック、いや、あんたにはできればここを守ってほしい。まだ外に大型魔獣もいるし、知事さんも怪我してるからね。だが僕からも頼む。君の腕だったら安心だ。引き受ければいいんだろう。決まりだね。よし、行くぞ。知事閣下、鉄道憲兵隊への連絡をお願いします。ああ、任せたまえ。
私の番だな。私の番だ。任せてくれ。任せてくれ。リストめ、エリゼ、皇女殿下も無事でいてくれ。こちらの先生、押し切ろう。私の番。私。僕の番だ。ここだ。はい、行こっか。マイ。任せる。行こっか。任せてくれ。はい。やれやれ。ま。上出来ってとこだね。俺の番、全力で任せてくれ。ここだ。はい、私の番。私が
僕の番だ。こんなところで立ち止まっていられない。見過ごすのはさすがにためらわれるが、おとなしく解放するなら見逃さないでもないぞ。5対3勝ち目はないよ。少なくとも2人を連れて逃げ切るのは不可能。そのまずは2人を解放してもらえませんか。恐れ入った、トールズ士官学院、まさかここまでの逸材たちを育てていたとは。政治は無用。二人を解放するか、このまま睨み合うかだけだ。言っておくが、二人に傷一つでもつけたら一切の容赦はしないと思え。リン様、分かった、降参だ。少なくとも我々に勝ち目がないことだけは認めよう。それじゃあおとなしく解放するんだな。ああ、彼に勝てたらな。やれ。貴様、揮発性の睡眠薬。気絶させただけさ。裏若き乙女に見せるのは少々ためらわれるからな。しまった、また魔獣を。従わせるアーティファクトだ。さあそれでは今度こそ死での旅路へと向かいたまえ、トールズ士官学院7組の諸君。これはさすがに。どうするの。敵戦力不明、動きが読めない。みんな気合を入れるぞ。今回の実習で俺たちが得たものを考えたら勝てない相手じゃない。その通りだ。くっ、悪あがきを。行くがいい。この愚かで哀れな若者どもに無慈悲なる鉄槌を下すがいい。
引いてなるものか。俺の番だ。私の番。行こっか。任せてくれ。そこだ。大丈夫か。ありがとう。行くぞ。今だ。行こっか。行くぞ。行こっか。僕の番はここだ。任せるがよい。よし、ありがとう。行こっか。よし、そなたに感謝。僕の番だな。セリ、ありがとう。俺の番だな。はっ、ありがとう。大丈夫か。ありがとう。私の番。私の番。マイ、八王の力見せてもらったぞ。まだまだ未熟だけどね。ララ、フィン、承知。メイトだな。厳しかったけど、貴様すでに死は覚悟のみ、いつ果てても文句はない。だが今回の作戦だけは屍すら残すわけにはいかん。かくなる上は恐れながら玉体を傷つけても。この辺りが潮時でしょうね。こやつら。あらあら、すばしっこい子猫ちゃんね。私好みだわ。さすがはシルフィードか。どうしエス、それにこやつら、テロリストの仲間。やれやれ、今回は任せてもらうと言っていたはずだが。だが正直助かったぞ。悪いな、ジーノ旦那。だがここであんたが捕まったらさすがに幸先が悪いからな。無粋とは思ったけど、お邪魔させてもらったわ。同志シーと一緒にね。そういうことだ。いや、ほぼ完璧に見えた。しかし、作戦というものは常に不確定の要素が入り込む。
そこの七組の諸君のようにな。僕たちのことまで。何者。本作戦の主目的はすでに達した。この上皇族を傷つける不名誉を負う必要はない。そうではないか。その通りだ。返してやりたまえ。エリオット、マキアス、二人を頼む。うん。ああ。さて、これにて双方が歩み寄れたと思うのだが、依存はないかな。七組の諸君。あるに決まってるだろう。恐れ多くも殿下たちをさらい、薬などで眠らせたこと、とても帝国人として許せるものじゃないな。5対6、ちょっと厳しいかな。みんななかなか骨のあるガキどもじゃねえか。せっかくだから相手をしてあげてもいいのだけど。まあ、ここは私が出るのが筋というものだろう。刀使いに体験使い、それと操縦剣の使い手か。来い、相手をしてやろう。ただの余興だ。鉄道憲兵隊が来るまでのひととき、その怒りをぶつけてみるがいい。面白い。すごい自信。その武具は暗黒時代の遺物、ダブルセイバーか。我が名はシー。それだけ覚えておくがいい。士官学院七組の力。それでは始めるとしようか。あ、任せて。青き炎。わ。行くよ。行こっか。私の番だね。行くぞ。行くぞ。さすがはシー。私たちのリーダーを務めてるだけはあるわね。ここまでの使い、さらに匹敵するかも。お前は、お前たちは一体。帝国解放戦線、
静かなる怒りの炎をたたえ、どしがたき独裁者に鉄槌を下す。まあそういった集団だ。帝国解放戦線。それに独裁者って。そこまでです。どうやら時間のようだな。え、まさか。それでは諸君、また会おう。爆弾。あわよ。それじゃあね、かわいい子犬ちゃんたち。せいぜい生き延びてみせるがいい。崩れるわ。早くこっちへ。はい。げえ、シャレになってないぞ。リン、そなたは殿下を。わかった。こうして鉄道憲兵隊の主導によって夏至祭初日の混乱は収まった。手傷を負いながらも陣頭指揮を取ったレーグニッツ帝都知事の働きにより、翌朝俺たち7組のメンバーは揃って帝都を後にすることになった。いや、君たちには本当に世話になってしまった。兄弟ともども士官学院に足を向けて眠れなくなってしまったくらいさ。いえ、そんな。そのあまりにも恐れ多いお言葉かと。いえいえ、私とエリゼなどあのまま連れ去られていたらどんな運命が待ち受けていたか。本当に何度お礼を言っても足りないくらいの気分です。私からも改めてお礼を言わせてください。本当にありがとうございました、エリゼ。本当に無事でよかった。私とセドリックの方も B 班の働きには助けられたよ。市内の混乱の収拾改め。もったいないお言葉。お役に立てて光栄です。7組設立のお礼をやっとお返しできたみたいですね。それにしても帝国解放戦線ですか。ああ、ノルド高原での一件、さらには帝国各地のいくつかの事件、今までにも暗躍の気配はあったが、今回ついにその名前を明らかにした。Cをリーダーとする数名の幹部たちに率いられた純然たるテロリストたち、現在情報局でメンバーの洗い出しを行っている最中らしい。こう言ってはなんですが、不思議な人たちでしたね。私たちを連れ去りながら悪意をあまり見せることはなく、
それでいて、うちに秘めた劇場に取り憑かれているかのようでした。はい、もちろん姫様をさらったことは許されることではありませんが。うちに秘めた劇場、そんな感じはしたかも。静かなる怒りの炎をたたえ、どしがたき独裁者に鉄槌を下す彼らのリーダーの言葉です。確かにそう言ってたな。また露骨な言葉だな。静かなる怒りの炎、そしてどしがたき独裁者。まあ何を示しているのかは明らかではあるが。皆さん、セドリック、なんとか間に合ったわね。いいタイミングだ。皇太子殿下、わざわざお見送りに来ていただいたのですか。ええ、お世話になったからにはこのくらい当然ですから。あ、こちらの方々が七組のもう一班なんですね。はじめまして皆さん、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は姉の危機を救っていただき本当にありがとうございました。心よりお礼を言わせてもらいます。もったいないお言葉。あ、光栄です。ありがとうございます。皇太子、想像してたより可愛いかも。こらフィー。皆さんのようにもっとたくましくなってくれれば私も安心なのですけど。ちょっとアルフィー。姫様、失礼ですよ。まだ15歳だし、君たちはこれからだろう。しかしセドリックとあなたが一緒というのも珍しいね。恐縮です。せっかくなので彼らをこのまま見送らせてもらおうと思いまして。父さん、傷の方は大丈夫なのか。ああ、大事には至っていない。まだ少し痛むが、じきに完治してくれるだろう。そうか。知事閣下、お疲れ様でした。ああ、ありがとう。かなり変則的ではあったが、無事今回の特別実習も終了した。士官学院の理事としてまずはお疲れ様と言っておこうか。恐縮です。ありがとうございます。7組の運用、そして立場の異なる3人の理事、いろいろ思うところはあるだろうが、君たちには君たちにしかできない学生生活を送ってほしいと思っている。それについては他の2人も同じだろう。父さん。そう言っていただけると。その点に関しては殿下もどうかご安心ください。わかった。もとよりあなたについては私も信頼しているつもりだ。だがどうやらお揃いのようですな。実は先ほどまで共に陛下への拝謁を賜っておりまして。アルフィン殿下におかれましてはご無事で何よりでした。これも女神の導きでありましょう。ありがとうございます。最初オリバルト殿下も帝国解放戦線に関してはすでに全土に手配を出しております。IK の洗い出しも進んでいますので、どうかご安心ください。やれやれ、手回しのいいことだ。これは来月の通商会議も安心ということかな。
万事お任せあれ。あ、失礼。職員への挨拶がまだだったな。帝国政府代表、ニリアス・オズボーンだ。鉄血宰相という名前の方が通りがいいだろうがね。お、はじめまして、閣下。その大噂は金がね。私も君たちの噂は少しばかり耳にしている。帝国全土を股にかけての特別実習、非常に興味深い試みだ。これからも頑張るといいだろう。恐縮です。どうも。精進させていただきます。それと久しいな、遊撃士。転職したそうだが、息災そうで何よりだ。ええ、おかげさまで。その節は本当にお世話になりました。バンダイク元帥は私の元上官でもある。その意味で私としてもささやかながら、さま、楽しみにしてくれたまえ。それは諸君らもどうか健やかに、強き絆を育み、あ、これからの激動の時代に備えてな。明日も期待してるわよ。なかなか悪くないわ。8月中旬、夏の盛り、うだるような暑さがトリスタの街を包み込む時期、帝都から帰還した俺たちは5日ほどの短い夏季休暇を終えて、そもそも士官学院は軍と同じく年末年始以外の長期休暇は存在しない。だが貴族生徒に限っては将来の領地運営の勉強などの名目で故郷への帰省が認められており、この時期1組2組の生徒たちのほぼ全員がトリスタから離れていた。そんな中、3組から5組までの生徒は彼らを羨みながらも勉学と修練に励み、俺たち7組のメンバーも全員がトリスタに留まっていた。Thank you.
ようございます。おはようみんな。で、遅れたのにはちゃんと訳があってね。今日はみんなに新しい仲間を紹介するわ。編入生、本当？それじゃ入ってきて。よし。あれ、2年のアームブラスト先輩。クロー・アームブラストです。今日から皆さんと同じ7組に参加させてもらいます。てなわけでよろしく頼むわ。どういうことですか？いや、これには非常に深刻かつデリケートな事情があってだな。よく言うわよ。こいつ1年次の単位をサボっていくつか落としててね、このままじゃ卒業できないって慌てて泣きついてきたのよ。それで特例として3ヶ月ほど7組に参加することになったわけ。なんだそれは。思いっきりどうしようもない理由じゃないですか。知ってるかもしれないけど、去年アークスの試験導入に参加した実績もあるからね。その点に関しては君たちのいいお手本になるかと判断。特別実習にも参加してもらうから、そのつもりでいてちょうだい。いや、一通り説明されちまったか。ま、そういうわけでよろしくな。同じクラスになったからには先輩後輩抜きで行くとしようぜ。はあ、なかなかそういうわけにはいかぬと思うが。ぶっちゃけ軽すぎ。え、それって。あら、バレちゃった。というわけで出てきて挨拶しなさい。まあ、待ちくたびれちゃったよ。君はナルド高原で会った。うん、お久しぶりだね。初めての人もいるから改めて自己紹介するね。僕はミリアム、ミリアム・オライオンだよ。こっちがガーちゃん、正式名称はアガートラム。ウォーロックストリデで見た。するとノルド高原でそなたたちが会ったという。ああ、そのでっかいのは教室内で出すのは禁止ね。下手に壁でも壊されたら私が怒られちゃうから。うん、しょうがないな。そんなわけでよろしくね、7組のみんな。私もその方が面倒がなくていいんだけどね。なかなか面白くなりそうじゃねえの。
かな。うん、7組に新しい子が入ったでしょ。学生手帳ができたから早めに渡しておこうと思って。その前にも渡したし、リン君に頼んでもいいかな。おかえりなさいませ。お先にくつろがせてもらってるぜ。Thank you.
さてと。
それじゃあ行こっか。風神は取った。私の番だね。行くよ。襲い来るな。迎え撃つのみ。俺の番だな。セイヤ。あ、任せて。せーの。な。子供。俺の番だ。今だ。払い。なんだ、まだ続いてんのか？終点みたいだね。危険度大、注意してかかろう。
もしかして士官学院7組の生徒さんじゃない？こんな時間にお買い物かしら。君たちのことはうちの局でも噂になってるわよ。シンクの制服、士官学院で新たに設立されたクラスだって。もしかして聞いてくれてるのかしら。うん、ラジオをお聞きの皆さん、ずいぶん暑くなってきましたが、いかがお過ごしですか。今夜はここトリスタにある公園からお送りしています。なんちゃって。声だけで気づくなんて、どうやらかなり聞いてくれてるみたいね。お姉さん嬉しいわ。それにしても雨上がりにこんな出会いがあるなんてね。せっかくだから今夜のラジオのネタに使っちゃおうかしら。どうしたの？そんなまじまじと見られたらさすがに恥ずかしいんだけど。はあ、参っちゃったな。まさか気づかれるなんて。
たまた大正解。ラジオ局のみんなですら気づいていないのによくわかったわね。ちょっと気晴らしにね。オペラハウスには内緒で毎週顔を出しているのよ。みんなには秘密にしておいてね。ちょっとしたコツがあってね。でもこっちもびっくりしたわ。どこかで見かけた顔だとは思っていたけど、なるほど、君だったわけね。それじゃ、これからスタジオ入りだから、アーベントタイム。よかったら今夜も聞いてね。二人にもよろしく。ええ、ついさっき戻ったリンさんは買い物です。あら、ラベンダーの香り？これって香水ですよね。どうしてリンさんが？そのリンさん、もしかして帰りが遅れてしまったのって、私はまだ何も言っていませんけど、アリサさんたちにも話しちゃおうかしら。リン様、お帰りでしたか。お願いしていた買い物はお済みになりましたか。
放送より8月に本日もアーベントタイム楽しんで聞いて。それにしても連日暑い日が続いています。そんな中、貿易都市クロスベルでは話題の西ゼムリア通商会議が噂の超高層ビルディングで行われます。帝国からはオリバルト王子とオズボーン宰相が出席するとのこと私はというと、純粋に超高層ビルディングからの眺めの方が気になっちゃったりしてますけど。そうそう、話は変わりますが、帝都近郊にあるトリスタは今日夏の夕立に見舞われ、雨は先ほど上がりましたが、バッチリと夏の夜の蒸し暑さに拍車をかけてくれたみたいです。こんな夜はスタジオにこっそりキンキンに冷えたビールを持ち込みたい衝動に駆られますね。ディレクターが冷たい飲み物片手にドヤ顔を向けてきています。もしもし。ところで、学生の方たちはそろそろ夏季休暇の最後の1週間に差し掛かる頃ではないでしょう。トリスタにある士官学院ではとっくに終わっているんでしたっけ。でもまだ遅くありません。ぜひ忘れられない人たちの思い出を作ってみてくださいね。ん？そういう私はどうなのかって驚かないでくださいね。実はなんと、ついさっき素敵な出会いに遭遇したんです。日の落ちた雨上がりの公園で年下の男の子との相引き、とても素敵な時間でしたよ。はい、冗談です。単なる私の妄想でした。でも、それじゃこれからスタジオ入りだからアーベントタイムよっV、そちらの準備も万事整ったようだな。ええ、滞りなくね。もっとも今回の主役はやっぱりあなたなのでしょうけど。まさかあんたがクロスベル行きを志願するたな。赤い星座のことを考えると俺が言った方が良かっただろうに。いいや、私は笛を失った。クロスベルでの作戦がステージとなる可能性を考えたら、私が行くのが合理的なはずだ。我らの目的を達成するためにもな。あんた、まったく気真面目すぎるでしょ君たちもそうでなければこんな闘争にわざわざ身を投じてはいない。そうね揃っているようだな。どうし C、 来たわね、リーダー。これで全員揃っただよ。同志たちよ、すでに我らは走り出し、止まることも顧みることもない。求めるのは同意する。意義なしね。言わずもがな。その上であえて聞こう、同志 G、 本当にいいのだな。
私の思想と理念は解放戦線に息づいている。ならばたとえクロスベルでこの身が果てようとも構わない。あの男がもたらすであろう恐るべきディストピアの到来、誰かが食い止められれば我らの勝利となるのだから。分かった、女神の、いや悪魔の加護を。ことがなったら4人で祝杯をあげるとしよう。願わくば。ああ、さらばだ同志たち。本当に不器用な男ね。正義に準じて立場を追われ、果てなき闘争に身を投じるか。とても真似できねえな。背景や経緯は違えど、我らの望みはどこまでも同じだ。行くぞ、どうし計画に従い。ええ、油断するな。全力で行くぞ。任せてくれ。俺の番だな。Woo!
ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。わわ、装置に。みんなでお出かけか。お菓子とか何ミルまでオッケーなのかな。そうだ、バナナおやつに入るの？入らない、入らないから、とりあえず降りてくれ。来たか、リンさん。おはようございます。どうやら散々な目にあったようだな。なあ、おかげでバッチリ目が覚めたけど、しかしよっぽど楽しみで仕方なかったんだな。そうみたいですね。ああいう姿を見ていると年相応にしか見えないな。しかし今回はラウラの故郷か。レグラム、霧と伝説の町だったか。そこまで大層な町というわけではないが、風光明媚なのは確かだから皆を誘いたいとは思っていた。アリサやフィーたちが来られないのは少し残念ではあるな。そうですね。お待たせ。ユース、これはまた。誰かこのガキを何とかしてくれ。うん、これで揃ったね。それじゃ、A 班、レッツゴThank you.
出られるんだ。